城県登米市蔵王町、福島県相馬市、南相馬市、国見町です。震度6強は人が立っていられないほどの激しい揺れです。耐震性の低い建物は傾いたり倒壊したりする恐れがあります。危険なところには近寄らないようにしてください。また大きな地割れができたり崖崩れや大規模な地滑りが起きたりする恐れがあります。崩れやすい斜面などには近づかないようにしてください。足元に十分注意してください。震度6弱を観測したのが宮城県石巻市、名取市、角田市、岩沼市、栗原市、東松島市、大崎市、大河原町、宮城県の川崎町、亘理町、涌谷町、福島県の福島市、二本松市、田村市、震度6弱をお伝えしています。福島県の伊達市、郡町、天栄村、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、飯舘村となっています。